はい、こんばんは、直樹です。先日の6月4日の深夜にですね、納豆キナーゼさんと気まぐれひろきさんと私でですね、3人で、まあ、最強心霊スポットと言っても過言ではない静岡県随一のね、心霊スポット旧天城トンネルに行ってまいりました。はい。いやー、結構ね、道のり長くてちょっとね疲れたんですけど、まあ静岡県でもね、本当に有名で、まあ伊豆のね下田に、まあ行くためにこう天城峠というね峠を通るんですけど、まあそこにねある、トンネルですね。はい。今ね、現在使われているトンネルは新天城トンネルといってね、まあそれでもわりかし綺麗なトンネルですかね、旧天城トンネルに比べれば。はい。ちゃんと電気もついてるしね。ただね、めちゃくちゃ長いんですよね。何キロぐらいあるのか分かんないですけど、体感的には1キロぐらい多分あるんじゃないかなって思うぐらいの長いトンネルです。はい。で、その新天城トンネルの入り口のね、隅の方に、まあ、上に上がっていくね、こう道があるんですけど、まあ、そこで行ってもいいし、まあ、トンネルを出たところにもね、脇から上がっていく道があるんで、そこをね通って行ってもいいし、どちらからでも行けるような感じなんですけど、まあそのね、新天城トンネルがねある場所よりもはるかに上の方ですね、だいぶ車で上がっていったところに、まあ旧天城トンネルがありました。はい。で、僕ね初めて行ったんですけれども、当初は3人で、まあ僕はねツイキャスのライブ配信をやりながら、納豆キナーズさんと気まぐれひろきさんは YouTube でライブ配信をしながら、まあ行く予定だったんですけれどもですね、新天城トンネルまでは電波がちゃんと届いていたんですけれども、旧天城トンネルのね本当山の上の方の電波があまりにも悪くて、全く通ってない状況だったので、まあ、ライブ配信ができずにですね、急遽動画撮りになりました。はい。まあ他の YouTube のね動画を見てみても、他のね配信者の方が、まあ、出してる動画を見てみても動画が結構多いのかなっていう感じですね。まあライブ配信に行ったことがある配信者の方もいるようなんですけれども、まあそういうね大手の、配信者の方は、まあちゃんとね、電波が届くような機械っていうのをね多分持ってるんじゃないかなって思うんですけど、僕らはそこまで高級なものは持ってなかったので、まあ動画撮りになってしまいました。はい。期待していただいていたね、視聴者様は、リスナー様ね、本当に申し訳ございませんでしたというところで、まあね、撮ってきた映像を、まあ、ご覧いただければなと思って、今ね、動画を撮ってます。はい。それではね、まあ、3人でね、行ってきた、様子をね、ちょっとご覧いただければと思います。どうぞ。こんばんは、直樹です。今日はですね、静岡県最強心霊スポットの旧天城トンネルに来ました。今日は納豆キナーゼさんと気まぐれひろきさんと3人で来てます。で、今ね車の中にいるんですけど、今からですね旧天城トンネル、最初は車で通過したいと思います。はい。じゃあちょっと外観見せますね。超怖えよ。電気も何にもねえからね、怖すぎ。今ライトで照らしてるから明るいけど、でちょっとね気まぐれひろきさんにカメラをお渡しするんで撮っていただきますね。今もう録画になってますんで、じゃあいいですか。はい、行きましょう。行きましょう。本当気をつけて、霊障起こるから。はい。
なんとこ何もないですけどね。何もないね。何もない。しかし長いトンネルだな。結構長いな。なんか心霊スポットのトンネルって短いじゃん。うん。全然出口見えないですけど。サファリパークにいる気分だな。すごい空気が重い。重いね。だってなんかここ来るまで砂利道だったもんな、ずっと、ガッタンガッタンの。何？あ、水か。水ね。水、うん、水ね。まあ、うん、今ミラーとかちゃんと確認してるんだけどね、うんうん、なんか映ってねえだろうなと思って、うんうん、これでもこういうのに限って後から編集しようとすると声が入ってるんですよ。おお、この間もそのパターンだった。変な声とかね、もし聞こえてたり変なものが映ってるのを気づいた視聴者の方いたらコメント欄に書いてくださいね。お願いします。あ、出口。出口です。ちょっと一回止まって外に出た方がいいかな、これは。うんうん、真っ暗。後ろも真っ暗で、何にも何も見えないですね。後ろ何も見えないですね。本当にトイレが、トイレあるんだ、まあ、ありがたい。とりあえずちょっとここで止まって一回外出てみますか。出てみましょう。じゃあ直樹さんカメラを、はい。あれがないんです。ライト、誰か持って。ライトがないと全く何も見えないですね。いやー、怖いよ。ライトがないと真っ暗で何も見れない。うん、今まで数々の心霊スポットトンネルに行ってきましたけど、全く電気がないっす。はい、超怖い。ちょっとトンネルを照らしてもらってもいいですか。はい。おー、見えないな、全然見えない。ここにね、なんかトイレがあるんですよね。なんかキーンと聞こえましたね、今。うん。車の、今、どっかの車の音でしょ。ああ。エンジン切らないんですか。エンジン切る？エンジン切ると真っ暗で何も見えんよ。真っ暗だ。ちょっとこれ持っててもらう。あ、持ってない？ちょっと待って。あ、持ってちょっとライト持ってきます。なんかの鳴き声っぽいな。じゃあそれで。さっき野生動物、鹿とかいたから野生動物も来る。うん。あ、そうかもしんないです ね。真っ暗で何も見えん。あ、ようやくなんか。あ、このライトで。超強力ライト。うん。ちょっと待って、動画始めます。はい。はい、外降りてみました、今ね。天城さんね、超強力ライト持ってきてるんで、これ。これね。ちょっと一回これ、鍵は閉めておきますよ。よし。今日3人で来ます。僕ね、ライト持ってないでね、2人が頼りなんですよね、今。ちょっと俺も動画撮るので行ってみますか。うん、行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、心霊スポットツアーをやっております。まあ、ライブ配信しようと思ってたら電波が届かないもんで、ちょっと今回は収録動画でやっていきます。あたりはこんな感じ。いつも暗すぎて全然わかりませんね。3人とも動画撮ってます。はい、3人で撮るとね、みんなそれぞれ声がぐちゃぐちゃになるんで。うん、しょうがないか。行こう。
行きましょう。暗いとこをね撮るとねぼやけるんだよねこれ。おー雰囲気あるね。天城トンネル。寒い。でございます。うん。めっちゃ寒いんだよ。寒い。夏だけど。水が滴ってるからねこの中。すごいなんか音が。こんなに音してたんだ。車の中からじゃ分かんなかった。水の音。違う音が聞こえたような気がした。おい。おはい。ピットが合わない。おお。こんなに。ピントが合わないのか。虫にビビります。あれ暗いとこに行くとねピント合わないですよ。あなるほど。虫が飛んでくる。怖すぎるな。キナーゼさんのライトのライトそんな感じ？これ。じゃライト消す？うん。消すと。うわ。やば。やっべ。これはやばい。超絶怖い。これやっぱライトないと。うん。このライトが役に立ったね。寒すぎる。これ結構距離長いからあれですね、途中ぐらいまで行ったら戻ってきた方がいいかな。そうだね、うん、長すぎる。これ車だったら危ないね。うん、トンネルの周りもなんか歩けるような道みたいになってるんですかね。わかんない。ほんと山の奥なので、ね、さっき鹿いたからね。鹿いたね、うん、親鹿と小鹿がいた。うん、もうトンネルの向こう出口が見えないですね。でも見えない。うん、これで戻ってさ車乗った時にさ、うん、フロントガラスがさ手形だらけだったらやばい。確かに。やばい。戻った時点でもう、うん、怖さより寒さがやばい、うん、そう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 寒い。この辺でよくないですか。まあそうね、うん、怖いですよね。どうすか。大橋が見えない。うん。でだって入り口がもう見えないもんすでに。入り口見えないですね。うん。すっげえ声響くな。虫がいる。うん。鍾乳洞みたいになってるね。本当だ。虫虫やなんだよこのさトンネルの中のねあのジンクスでさいつも真ん中にいる人がさ消えるとかさ、ありますよね。えー、そうなの。行方不明になっちゃったとかさ、背後。うわやばい、すげえゾクゾク。闇闇です。闇闇に引き込まれそうになる、うん、怖い。すげえなんか背中ゾクゾクするんだけど俺も。まるで何かがついてきている。え、ちょっと、え、何これ、ほら、人を人影に見えた。あー、ね、あー、確かにこの人影みたいなシーン。いや、ほんとに完全に人影、完全に人影。いや、これは、これは見ようによってはなんか人影っぽくないですか。あー、いや、それは見えないです。見えるだろ。見えるんだよ。なんかみんなあの早足じゃない？確かに見えてるから早く戻りたい。一人で残されたら絶叫するで。ちょっとこれはこっち上登れたりするのか。階段じゃない。階段ではないですね。この上。たびたび上なんかない。まあなんか遠くから、あ、この音なんなんでしょうね。これトイレ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 。いいってなんだか言ってる、うん。まあ野生動物の声かもしれないけど。ああなんかなんかの鳴き声だね。キーっていうの。キューはマギトン。これ取っとこう。キューはマギトンネルね。キューはマギトンネル北口団地。あ、園地か。北
北口園地してみました。ライト消したらもう強力ライト消した。見えないね、本当に、うん、見えない。あ、見えないっていうか、こう俺肉眼では見えるけど、うん、動画上見えない。何も強力ライトを消すと、もう普通のライトじゃこれ真っ暗で、そう、普通のライトだと肉眼では見える、肉眼では十分見えるんだけど、うん、動画上で画面上見えない。うわぁ、なんだ、いや、ムシムシムシビビった、その声で見るわ大丈夫ですか、画面何の虫、まだいた、まだいた、まだいた、そう、ね、超コーヒーだけ、ガ、ガ、ガちょっとやめてよ、それが一番見えるからちなみに、俺のマイクも消すと、うん、このやつだけ消して、はい、全部消して、あ、一応スマホの明かりで見えるんだな、こんな感じか、まあ、うわ、何も闇です、うん、闇だ、あれさっき、ああああああ、俺は闇だ家ね、うん、一瞬何かと思った、よし、車乗りまっか、なんか疲れたのかと思った、よいしょこれだけ？とりあえずこれだけ。うん。このライトすごいね。うん。持ってきてよかったね。このライトなかったら結構やばかった。はい、いかがでしたでしょうか。まあ本当にですね、まあ行くまでも、まあ帰る道も。まあ、本当にね、舗装されてなくて、めちゃめちゃガタガタ道でですね、まあ、本当ね、車の運転は結構ね、もうこんなになっちゃってたんですけど、まあ、なんとかね、現地まで到着することができました。で、まあ、本当大自然の中だったので、まあ、行くまでに、まあ、動画には撮れてなかったんですけど、あの、鹿の親子がね、いたりとか、あと、途中でね、寄ったコンビニで、コンビニの外にですね、あの、クワガタのね、メスがいたりとか、まあ、本当ね、自然豊かな場所でした。はい。で、まあ、映像的にはね、一応見直してみたんですけど、特に、まあ、霊的なものとか、声とか、ラップ音とか、そういうものは特に入ってはいなかったですね。で、まあ、よくね、聞く話だと、まあ、車を置いてね、トンネルの内部を、こう探索してきて帰ってきた後にね、フロントガラスに手形がベタベタベタってついてるとかね、そういう話を聞くんですよ。で、僕のね、まあ、仕事先の、まあ、同僚の方も、まあ、若い頃にね、旧天城トンネルに肝試しに行って、戻ってきたらね、フロントガラスに、まあ、ベタベタベタとね、手形がついていて、そのうちの一つがね、どうしても消えないからっていうことでね、よーく見たらね、内側から一つついてたっていうね、まあ話を聞いたことがあったので、まあ僕らがね、こう、あの、探索してる間にね、まあ手形がついてたらね、これは絵になるなと思ったんですけど、そんな都合がよくはいきませんでした。はい。まあ、ということでね、今回は、旧天城トンネルに行って、心霊スポット配信をさせていただきました。はい。まあ、今度はですね、納豆きなずさんが、まあ、推奨しているね、一度なんか行ったことあるらしくって、その時に、まあ、女性のね、いるはずのない女性の声が入ってたっていうね、ところがありまして、まあ、それがね、八王子城跡、まあ、昔八王子に、まあ、お城があったんですかね。まあ、そこの跡地が、まあ、心霊スポットになってるらしくて、で、そこがかなりやばかったっていう話だったので、今度はですね、まあ、その八王子城跡にね、行って配信してみたいと思います。まあ、そこはなんか電波がね、通るんじゃないかなと思うんで、まあ、今度ね、やるとしたらツイキャスのライブ配信でやってみたいと思います。はい。まあそんな感じでですね、今回は心霊スポット配信。まあもしね、トンネル内部で、こう何かね、声が聞こえたりとか、まあ心霊がね、見えたりとか、まあそういうね、なんか動画を見ていて気づいたことがあった人は、まあよろしければね、コメント欄にコメントいただけるとありがたいですね。
まあそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。